こんにちは。前回は不転四分音符に注目して不転音符の長さの考え方をマスターしました。今回は8分の6拍子のリズムとカウントの方法を学んでいきましょう。今回は交流文言ナンバー 28B の課題を使って実践していきます。8分の6拍子は1小節に8分音符が6拍入ることを表しています。1、2、3、4、5、6と毎回カウントするのはとても大変なので、そういう時は前3拍、後ろ3拍をまとめて大きく2拍子で捉えていきましょう。なのでその考え方を前提として、楽譜上では8分音符3拍分をまとめて表す場合があります。それでは一度歌ってみたいと思います。ソミソドソラシドレシドソミソドソドラシソソミソドシラドレシドソミソドシラレシド。8分の6拍子の場合、強拍は1拍目と4拍目になります。その強拍の時に手拍子を打ちながら歌うと、大きな2拍子をさらに感じやすくなりますよ。次はピアノの音に合わせて歌ってみましょう。1、2、3、4、3、はい。今日のレッスンはいかがでしたか？8分の6拍子は前に進む力が強いので、実際の曲では水の流れや波の音などを表現するときに使われることが多いです。皆さんも見つけてみてください。それではまた次のレッスンで。 See you next time!